赤坂コーチングの西村です。本日は確定申告でお話をいたします。メルマガの606号の話です。2月のですね中旬に私昨年分の確定申告を終えました。大変だった。個人事業所なんで株式会社では今んとこ私ないんですね。なので自分で申告の作業ってしてます。まあ、場所は麻布税務署でございますよ。私の父と祖父って開業医だったんですね。で母と祖母っていうのが医局の事務員してるんですよ。あの先住者給与ってやつです。ですから保険の点数のチェックや帳簿っていうのを自分で父や祖父がつけてるのを毎晩のように見てて、なんで事業主って自分で帳簿をつけるのが当たり前と思って育ったんですよ。でコーチになってからクライアントさんにお話ししてると、夫婦でお金の話になっちゃって時には喧嘩になったってご報告を受ける機会もあるんです。あのですね、喧嘩になってもいいですから、もっと夫婦でお金の話は頻繁にしていただければと思います。ちなみにアメリカではですね、サラリーマンでも確定申告をする必要があるんですよ。よく映画に出てくるでしょ、ショーシャンクの空に、で途中そういうシーン出てきますよ。そのせいで夫婦で合算して申告するジョイントリターンっていう制度があるんですね。オバマ大統領夫妻の申告書って実はネットで公開されてるんです。お金は生活のために必要です。なんだかんだ言ってお金っていうのは大事なことだから、日頃からきちんと話し合う、そういう姿勢が子供にお金の大切さとか、お金ってどうやって稼ぐかっていうたくましい根性を身につけさせるっていうことにもつながりますしね。私のコーチングをきっかけに、お金や儲けることに関しては肯定的かつ積極的に行動したり、ご家族で話し合えるようになっていただきたい、そう思っちゃいます。でメルマガで書いたら、たくましい女性の方からありがたいご感想いただきまして、誠に日本人だけですよ、お金に関して話を控えるのは、そんなことじゃ世界に戦っていけないわよっていう、まあ趣旨のことをまあおっしゃっていただき、お褒めいただきました。ってことで皆さん、世界の人と渡り合うためにも、お金について自分から積極的に考えて学んで、帳簿に対して詳しくなりましょうねっていう、そういうあきんと魂必要ですっていうお話でした。